ダニエル・スチュワート・バターフィールドはカナダ出身の実業家である。写真共有サイトフリッカーやチームメッセージングアプリスラックを共同で立ち上げたことで最もよく知られている。1973年にブリティッシュ・コロンビア州ランドでデビット・バターフィールドとノーマの間に生まれた。出生時の名前はダルマ・ジェレミー・バターフィールドだった。父親は ベトナム戦争の徴兵を避けるためにアメリカから逃亡し、一家はカナダの辺境のコミューンに住んでいた。彼は5歳まで水道も電気もない丸太小屋で育ったが、5歳の時に一家はビクトリアに移り住んだ。子供の頃に独学で暗号を学び、12歳の時にスチュワートに改名した。ビクトリアのセントマイケルズ大学附属学校で教育を受け、 大学のウェブサイトのデザインをして、学費を稼いでいた。1996年に、ビクトリア大学で学士号を取得し、1998年に、ケンブリッジ大学、クレアカレッジで修士号を取得した。2000年、友人と協力して gradfinder.com というスタートアップ企業を設立した。gradfinder.com が、 買収された後、彼はフリーランスのウェブデザイナーとして働いた。彼は5キロバイト以下でウェブサイトをデザインする大会、5K コンペティションを開催した。2002年夏、彼はバンクーバーでカテリーナ・フェイク、ジェイソン・クラストンと共にルディコープを共同設立した。ルディコープ社は当初、ゲームネバー・エンディングという MMORPG を開発した。 このゲームの発売に失敗した後、同社はフリッカーという写真共有サイトを開始した。2005年3月、ルディコープ社はヤフー社に買収され、バターフィールドは2008年7月12日にヤフー社を退社するまでフリッカーのゼネラルマネージャーを務めた。2009年、バターフィールドはタイニースペックという新会社を共同設立した。 タイニースペックは2011年9月27日に最初のプロジェクトである多人数参加型ゲームグリッチを開始した。その後グリッチはプレイヤーを十分に集めることができずに閉鎖された。ゲームの世界は2012年12月9日に閉鎖されたがウェブサイトはオンラインのままだった。 2013年1月にはゲーム内のアートをクリエイティブコモンズライセンスで公開することを発表した。2014年12月9日、グリッチを11という名前で再始動させるためのファンプロジェクトがアルファテストを開始した。2013年8月、バターフィールドはグリッチの制作中にタイニースペック社が構築したインスタントメッセージベースの チームコミュニケーションツールスラックのリリースを発表した。2014年2月の公開後、このツールは毎週後から10%のペースで成長し、8月第1週には毎日12万人以上のユーザーが登録された。2014年初頭には、スラックの最初の6ヶ月間の利用期間のデータでは、広告なしで1万6000人近くのユーザーが登録されていた。2014年、 バターフィールドは、下半期中に、スラックの社員の採用を開始するために、サンフランシスコにオフィスを確保した。2014年8月にタイニースペック社は、スラックテクノロジーズに改称した。2015年12月時点で、スラック社は3億4000万ドルのベンチャーキャピタルを調達し、1日のアクティブユーザー数は200万人を超え、 そのうち57万人が有料ユーザーとなっていた。スラック社は、インク、市の2015年のカンパニー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。2019年6月には、スラック社の株式を公開し、初値38.5ドルをつけ、時価総額は214億ドルとなった。2005年、バターフィールドは、ビジネスウィーク市のトップ50リーダーの一人に、企業株部門で選出された。 また同年、MIT が発行する MIT テクノロジーレビューで35歳以下の世界のイノベーターのトップ35人の一人に選ばれた。2006年にはタイム氏が選定した世界で最も影響力のある100人のリストタイム100に選出されニューズウィーク氏の表紙にも登場した。2015年にはウォールストリートジャーナルのテクノロジーイノベーターに選ばれ、 テッククランチのファウンダーオブザイヤークランチを受賞し、バニティフェアのニューエスタブリッシュメントアドバタイジングエイジのクリエイティブ50ディテールズのデジタルマーベリックスに掲載された。2017年5月には、リンクトインの共同創業者であるリード・ギャレット・ホフマンによるポッドキャストシリーズマスターズ・オブ・スケールにマーク・ザッカーバーグ、ジョン・エル・カーン、ブライアン・チェスキーなどの成功した。 ビジネスパーソンと共に取り上げられた。その中で彼はスラックが採用したスケーリング戦略について語っている。バターフィールドは2001年にフリッカーの共同創業者であるカテリーナ・フェイクと結婚したが2007年に離婚した。二人の間には2007年に生まれた娘が一人いる。2019年5月にはアウェーラゲージの共同創業者であるジェニファー・アルビオと 婚約した、ありがとうございます。